セラちゃんはポケカメンはもう好きじゃなくて、たくみのことは付き合ってはないんだけど仲良くしてるみたい。炎上した後も複数回会ってて、どっちの家だったっけな、たくみの家かセラちゃんの家か分かんないけど、家で遊んだりもしてて、だけど肉体関係はなくてお付き合いはしてないらしい。そんな感じみたいよ。ないわけないだろ。いやマジでさ、家に男女でないわけないよね。じゃあ外で会えばいいじゃん。じゃあ外で会えばいいじゃん。ねえ、いや、やるから家じゃないの。なんか別にさ、いいんだよそんなの。若いやつらだしさ、誰と付き合おうが誰と絡もうが、まあ知ったこっちゃねえしさ、まあなんかあってさ傷つくのはさリスナーやファンやしね、そこのうちは関係ないし、うん、配信者の恋愛に振り回されてるリスナーがかわいそうだなと思うぐらいで、だけど炎上後も会ってて仲良くするんだったら、なんで炎上した時にはっきり言わねえんだって思うけどね。うん、結局燃えたから謝ってるだけで、その時にはっきり言えばよかったじゃん、バレた時にさ。だけどこれからも仲良くさせていただきますと、これからも会いますと、なんなら明日会いますぐらい言っときゃよかった。うん、で結局なんか漏れてから言ってるじゃん。ね、別に隠す必要はないわけで、いやそうそう、別に遊んだっていいんだよそれは。だけど隠すとやましく見えるやんね。で余計なんか悪いことしてる感見えちゃうっていう。何やらねメンタルが気が合うらしい。そう、まあ、要するにどっちもちょっとメンヘラの気があるってことでしょ。メンタルの気が合うらしいよ。なんかまとめ見たらさ書いてあった、なんかこれと通話しとったんやろ、強依存。なんか依存してるっていうよりかは背徳感じゃない、ちょっと悪いことしてるよねお互いみたいな、それで盛り上がっちゃってんじゃないの。ほんで炎上したのにまだ私たち会ってるねみたいな、やばいよねみたいな、これも見つかったらどうするみたいな、そんな感じでイチャイチャしてんじゃないの。そう、あんなに燃えたのにねえみたいな、仲いいよねみたいな。そう、なんか怒ってるやつらうざくないとか、なんかいい年したじじばばがさ、なんか若い子のさ恋だろなんだろに遊びに口出してきてうざいよねまで下手したらあるよ。なんかツイキャスってくだらないことで燃えるよねみたいな。で普段さ全然絡まない人もさ、こういう時だけ名前出してきたりとか便乗してきたりうざいよねまであるよ。そういうので燃えてんじゃないの。なんかこう自分たちの中でなんかぐわーっとなんかあるんじゃない。いやこれはあくまで俺の妄想だから、本人たちが言ってるってわけじゃないからね。そんな悪いやつらではないと思うよ。けど分かんない、それは若いやつらだから、なんか世界中みんな死んでも俺たちがいれば幸せだよねみたいなアニメの世界みたいなのを頭に描いてるかもしれないし、世界が滅びようともみたいなね、え分かんないじゃんそれは。でもキッズって言うけどみんなそういうの通ってきたじゃん。それは若いうちに通ってきたじゃんね。メールアドレスさ S と2でさハート作ってさ、なんか名前入れたりとか昔だったらさやったじゃん。メアド合わせたりとかおのぼりさんだった時あるじゃん。別にいいんだよ。だけど俺2人に言いたいのは、自分の配信で閲覧取れ、自分の企画で閲覧取れ、恋愛ネタで配信するんじゃなくて、ネタにするんじゃなくて、それで人呼ぶんじゃなくて、ちゃんと自分たちの一人一人おのおののね、セラちゃんはセラちゃん、たくみはたくみの企画でちゃんと閲覧取って盛り上げる。こんななんかゴシップネタじゃないけど、そういうのでやってたらもうあかんて。それはさ他の配信者はさ美味しいネタだからその便乗するよ、ニュースにしたりとかネタにしたりとか。でそれでなんなら自分の中で、いやなんか盛り上がったよね、今日ツイキャス盛り上がったよね、なんか俺たち私たちがネタだよねみたいなこと言ってたら終わりやで。言ってないと思うけど、もしねそうやって言ってたらそれ勘違い。そんなものは一瞬で1日2日も経てばいつも通りになっちゃうんだから、そういう時でしか人来ないってわけじゃん。それはまずいから、まあ、別に何しててもいいんだけど、配信は配信だからちゃんと考えていかないとねとは俺は思うけどね。まあ頑張ってください。おじさんの意見でした。私はいつまでもやりますのでよろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキューです。